私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。まずは、国際銀行の、収集アイテムとバックパックトロフィーの方ですね。こちらの方のご説明になります。まずはバックパック、この最初の戦闘エリアの、持って右奥ですね、階段登ったところ、マップでいうとこの形で、ここに収集アイテムとバックパックトロフィーのホットドッグですね、ちょっとふざけた、パンに犬が挟んであるやつなんですけど、今ご覧になった通り、ケーブルがつながれてるんで、それをケーブルをたどっていくと階段降りたところの部屋に入ることになります。で、そこにさらにドアをコードを入力して開けるところがあります。そこを開けますと奥に、分電、なんか配電盤ですかね、そのあります。それを破壊するとさっきの透明のドアが開くようになってますので、この階段を登って取ることができます。この箱ですね、ここに入ってます。ホットドッグ回収、はい、バックパックトロフィーの取ったところの下ですね、この階段を降りた下の小部屋、これも別に何もギミックないんで入って、取っていただくだけで結構です。これで簡単に取れちゃいます。マップは一応こんな形。じゃあ次ですね、先ほどのエリアから入ってドアを開けて分電盤を壊すところで、ここに透明のすりガラスみたいなエリアがあるんですけど、そこにレシーバーが1個あります。これは普通に開けて入るだけです。で、次の戦闘エリアの右手の方ですね。こちら、南京錠を、破壊して、入るだけですね。これで3つ目かな。はい、こちら最後の戦闘エリアの左奥、分電盤、配電盤あるんで、それを壊したらこの木の扉が開きます。で、これが最後になりますね。国際武器庫、こちらの最後の、このレシーバーですね、これでアイテムコンプリート。次はドーナツのバックパックトロフィーの手に入る面ですね。こちらの、鉄格子、シャッターが閉まっているところに2本の線が、ケーブルがつながれています。そのケーブルをたどっていきます。ケーブルをたどっていくと、奥にその発電機みたいなものがありますので、これを触ってオン。で、同じようにもう1箇所ありますので、辿っていきます。一応ルート分からなくならないように、一応ルートこんな形で、この柱の上を伝っていってるんですね。なので2階です。
なのでこう右手の階段登ってって、この柱のところからケーブルが垂れてるんで、そこの、まあ、この発電機をオン、この2つの発電機をオンにするとシャッターが開けれるようになりますんで、ここでスイッチを押します。はい、そうすると中にバックパックトロフィーの箱、いつもの箱ですね、先ほどと同じ箱があります。でこれでドーナツが手に入る。こっちはね、さっきのホットドッグはまずそうだったんですけど、今回のこっちはすごく美味しそうですね。かわいい、こっちの方がかわいいな俺、どっちかっていうと。なんか丸くて、はい、猫ですね多分。乗ってるタレがすごい、なんか濃度が濃くて、タレの上にさらにチョコレートがかかってますね。でさらにそこにレシーバーがあります。これで1個目ですね。で次、すぐそこのエリアの、まあ、トイレマークがついてるところ、ここで静か耳を澄ますと電話が鳴ってる音が聞こえるんですね。でそこを強引にこじ開けると、このレシーバーの電話の持ち主ですね、彼はもうお亡くなりなんですが、ここにレシーバー、打ち合わせしたレシーバーがあります。ヤコビ、またやりすぎだって苦情を受けたわよ。あの子の腕を折るところだったのよ。疲れてるのはわかるけど、それはみんな同じでしょ。で次の戦闘エリア終わって、まあ、洗面所トイレなんですかね、またここ通路のところ、戦闘エリアが終わった後のエレベーター前のここですね、南京錠で開けて入ります。ここにレシーバーが1つ。で最後はですね、戦闘エリアのところ、この市民を解放するってところの、まあ、檻があるエリアのちょっと戻ったところの上ですね、ここに反応があるんですが、ケーブルをこう、あ、そうです、あのケーブルを打って紐を落とすの、こう重りがありますん でこれを落とすとそれを伝って登ることができるっていうギミックになります。でこれで最後で2つのエリアのバックパックトロフィーと、それに伴った収集アイテム8個の場所ですね。以上になります。どうもご視聴ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録と高評価、他の動画の方のご視聴の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。